撮影前日に全日本ラリーを走った正真正銘の本番マシン、その作りに注目。厳しいレギュレーションのラリーマシン、そのエクステリアは本当にこれは本番車、これは本番車ですね、はい、ちょうどまだ使ったばっかしなんでね、これそうなんですね、ボロボロなんですけどね、はい、パッと見て追加のやるとかなさそうなんですけど、そういうレギュレーション、そうレギュレーションも全く量産ベースなので、はい、あのアイテムは何なんですか。あれはね、ラリーの時って窓開けられないんですよ、はい、あのホコリが入ってくるので、うんうん、なので上から開けて上から空気で加圧させておいて中をずっと空気入れておくんですよね。この車でどこを消えるかできるものですか。これね面白くて、はい、あの材料を変えちゃいけないんですよ、材質を。ドアも中のバーとか、はい、そういうの全部取ってあって、はい、で中にウレタンフォームが入ってるんですよね、うん、なので重量も半分ぐらいですよ、全部ドアも。この車自体も標準が 1.5 トンぐらいなんで、だから200キロぐらい軽いんですよ、ね、エンジンを見た瞬間、日比野が思わず声を上げる。ちょっとエンジンルームを見させてもらったんですけどはい、はい、正直言っていいですか。はい、汚いっすね。汚いっすよね昨日雨降ってたんで、はいはい、で山の中でしょ、泥だらけでこんななっててこの車もちろんエンジンの重まるんで、はいはい、あと何をできるものなんですか。まあ、エンジンバランス取りぐらいはできるんですけど、はい、ターボの前にリストフィクサーっていう、あの空気の量を調整するのがついてるんですよ。でこのカテゴリーの車33倍だからこんなちっちゃいんですよね。トルクは出るんですけど、だから乗っててちょっと上が回んない感じ、はいはい、だいたい5500回転ぐらいでシフトアップするような感じのエンジンですよね。フラッシュと紙一重のラリーマシン、そのインテリアとは。普通な感じですよね。ね、普通ですよね。え、まあこのパネルが違うんですか。センターレフのコントロールなんですよね。ああ、なるほど。グラベルからターマックに入るような時があると、うん、ターマック用の場合はセンターレフをロックしないようにして、で土の時はもっとバーってロックさせるので、レベルでいくついくつってなるんですよね。であとその上の S と S シャープでミスファイリングシステムを強くしたり弱くしたりするので、はい、ターマックの時は弱くしててグラベルを強くしてとかって、そういうのも切り替えはするんですよね。まあ、あとはやっぱシートかな。すげえなこれ。このシートはすごいですよ。横から2トンぐらいでぶつかってもシートが折れないというシートなんで。えオルバーはね、確か上から8トンやっても2センチしか潰れないとか、なんかそういう機械、まあ大体危ないとこ走りますからね。このパッドがなんかいろいろあるんですけど、はいはい、これ普通に運転したら関係ないんじゃないですかこれ。そうですね。何がぶつかるとですね、ぶつかる人の首って、あのここから上だけで7センチ伸びるらしいんですよ。7センチってすごいですよ、そのぐらい普段から伸びてるんですけどね、私も7センチ伸びるとぶつかるんですよ。ラリーマシンの極意はここにあり、フットワーク。新井さん、はい、すいませんね、なんかね汚くてね、はい、でもまあやっぱ気になるところといえば、このショックの長さ、バネの長さ、はいはい、これちょっと普通じゃないですね。そうですね、やっぱりこれだけトラベルというか長さがあるん で、はい、で柔らかいんですよスプリングもね。これが3キロぐらい。3キロ、やっぱりこのぐらいの長さがないと、うん、飛んだ時もやっぱりすぐ伸びてくんないし、ショックも衝撃も来るでしょう、はいはい、なるべく設置させるのに車がフラットに行ってて足だけこう動くように設置するんですよね。ショックがいいと、うん、スプリングは柔らかくても大丈夫ですよね。そうなんですか。ワールドラリーカーなんかで 1. 点何キロとか、柔らかいですよ。ちなみにショックってやっぱり減衰1箇所だけじゃなくて2箇所3箇所とか、もうこれ4箇所です。4箇所この、はい、なんか放映のなんか調整がついてたりとか、はいはい、こうね特別4センチ長いとか、はい、ちょっと高いですよね。だいたい1本が100万ぐらいの感じ。うわマジですか、1本100万、これ壊れないですよ。でも車がひっくり返っても曲がることないですからね、そのぐらい強いですよねこれ。はい、まあ、あとパッと見てですね、すごく気になるのはこのブレーキのキャリパー変わってますね、はいはい、これ15インチってちっちゃいじゃないですか、はい、なんですごい熱持つんですよね。だけどこのモノブロックすごく強くて、はい、山の下り20キロとかでやるんで、ですよもうすぐフェードするんで、やっぱりこのブレーキじゃないとダメですよね。新井さん、はい、これは何タイヤっていうんですか。これはねラリータイヤってやつで、あのグラベル走るようなんですよ。でこれ左側なんですけど、ハンドルこれ切った時にちょうどこの角度が、はい、ハンドルに切ったところにちょうどこれが合うようになってるんですよね。だからこういう風に切ってあるんですけど、海外のタイヤって切ってもいいんですよね。え、あの国内はダメなんですけど、これあのちょっと土があのぬるぬるしてる時はここの真ん中を切るんですよね。砂利がちょっと浮いてるところはやっぱりこれ切ってやった方がこの間に砂利を入れるので、うん、そういう風に全部切ってもいいような設計になってるんですよ。これターマックってね、路面とか違う、はいはい、あれはなんか
これで走るわけじゃないですよね。国内のラリーの場合は S タイヤを使うんですけど、この車が245/40/18が標準タイヤなんですけど、それのワンサイズアップまでいいんですよね。だから255/40/18タイヤ使うんですよ、はい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 、全然だからもう足のセットから何から全然違いますよね。へー、はい、ホイールのその幅のサイズっていうのはホイールはね 7J で決まりなんですよ、ね、決まり、だから 7J 以上は使えないんで、使っちゃダメなアルミとかもある。昔はね良かったけど今単造がダメなんですよね。理由は日本のメーカーが単造がどんどんできたんで、うん、外国メーカーができないと FIA はすぐ規制するんです。それ言っちゃっていいですか。いいんですFIA はずるいんですけど言っちゃっていいですか。いや新井さんもうなんか知らないことばっかですごい楽しそうな車で、そうですね、やっぱりレギュレーションがうるさいんで、はい、逆にねその中でいろんなことやるので。なるほど、面白いですよこの車。まあ狭いんで日比野さんちょっとちっちゃくなって乗ってもらえれば固まってちょっとね乗りたいですね、はい、いいですかね。はいはい、日比野の試乗前にまずは新井さんがお手本を見せる。マシンのトラクション変化に注目。サスが柔らかすぎちゃってこうトラクションかかりすぎちゃうんですよね、はい、だからアクセルの時からリアがギューッと包み込みすぎちゃうんで、はいはい、そうするともう踏んでても全然グリップしちゃってギューッと止まっちゃうんで。なるほど、それが難しいんですよね。全然別の車ですか、ドリシャとやっぱり車全体を使って走るっていう印象ですね。世界の荒井を助手席に乗せ緊張みなぎる日々のいよいよ試乗タイム。ラリーマシンはもちろん初体験。その感触は、今これでオートのマイナスになってるので、はい、ちょっとリア寄りになります。ありがとうございます。センターデフの調整はラリー初心者日比野でも体感できるほどなのか。いやー、相当面白いと思う。新井さんが日比野に下す評価とは、パワーがないからその分ここにアクセル踏んでもずっと続かないんですけど、進入で横にしてってここにグリップまでスーッと持っていくのは、最初の頃やっぱり FR の癖があってカウント取ったんでしょ、どんどん当てなくなってきて、毎回これちゃんといい切り込むようになってきてるので、左ハンドルでエッジパターンなのにちゃんとねギアを下げながら、それすごく器用、普段絶対できないじゃん。どうでしたか日比野さん。はい、正直僕には難しかったこんなに柔らかく動かすっていう車に乗ったことがないんで、本当にまだまだこう知らない動きがたくさんあるっていうふうに、ちょっと今日は僕は勉強の日になりましたね。そうですかね。前荷重後ろ荷重っていうのを今日かけてやって、はい、速く走るタイプなんですよね。だから、うんうんうん、WTCC なんかの車もやっぱりヨーロッパで作ってる車ってこういう感じなんですよ。レース用でもスプリングのレートなんかも柔らかくてロールさせながら曲がる、うん、これはこれでやっぱり動かし方がちょっと違うんですよね、うん、横で見させてもらったし、自分で乗ってみたし、なんか、まあ、D1 の方で取り入れれるものがあるから、そうですね、ちょっとそっちもらって、はいはい、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。
新井さんのことで2本目結構壁近かったと思うんですけどどうでした壁近かったあれ気づいてないですか全然気づいてないじゃああれね僕結構やっつけてる子見てるんであのライン取りはねちょっとね行くなって思いましたよあ本当この距離で多分当たるかな本当ちょっと擦るかなぐらいは覚悟したんですよちょっと固まったんです僕実は本当はいえ行けると思ったんじゃなくて分かってなかったんですかどこの壁左壁あの本当にタイヤバリアがあるんですよ あれ多分全然自分で危ねえと思うときはあって言うからね大体夢のイジャンルコラボ企画次回も誰かと開催予定お楽しみに。